皆さんこんにちは、僕はですね開幕の行われるナバラサーキットに今日は搬入日で来ています。まあ、今日ずっとこっちにスペインに前回のテストからずっと滞在していて、今日、このナバラサーキットがある、まあ、地区というかそこに移動してきたんですけど、まあ、特にやることもないので明日の走行に向けてちょっとだけ、まあ、余裕があるこのレースウィークの初日に、パドックの、なんていうんですかね、紹介というかしていきたいなと思ってるので、ご覧ください。基本的には全日本とか、まあ、日本のレースちょっとあんま変わんないですけど、なんかまあこういった感じで、まあ、トラックがこう並んでて、そうですね、まあなんていうんですかね、まあ、僕のクラスが一番多分メーカーが多いと思うんですけど、まあ、僕が乗ってるスズキから、今年は、ホンダ、まあ、新しくなってホンダ、ヤマハ、川崎、ドゥカティですかね。ドゥカティ、あれドゥカティいたっけな、あ、ドゥカティいますね。ドゥカティとか、まあ、結構、まあ、日本もいるか、まあ、そんな感じで、で、まあ、僕が使ってるのは、ミシュランタイヤなので、まあ、こんな感じでミシュランもしてますですね。はい、まあ、比較的トラックがやっぱり日本と比べてどこのチームも大きいですかね。ですね。で、なんかブリヂストンもなんか多分障害器量のクラスに参戦してるのかな。僕のクラスにはいないんですけど参戦してます。ちょっと寄り道します。まあ、なんかこっち、まあ、なんていうんですかね、僕たちのスペイン選手権も MotoGP だったり、まあ、ワールドスーパーバイクと比べちゃうと全然なんていうんですか、もうちょっともっと殺風景なパドックなんですけど、まあ、なんかホスピタリティがあって、まあ、GP とかだと比較的、まあ、各チームというか各チームでこう食事を出してもらえるホスピタリティ、まあそのなんか仮設バイキングっていうもっと豪華なものですけど、まあ、そんな感じなんですけど、僕たちの選手権だとなんかそのホスピタリティを出す会社がなんか大きなトラックで来て、でその大きなドーンってなったところに、まあ、いろんなチームがお金を出して食べに来るような、年間契約して食べに来るような感じのシステムなんですけど、まあ、なんか僕のチームは割となんていうんですかね、もう去年はその集合ホスピタリティみたいなところで食べてたんですけど、なんか今年また、まあ、一昨年とかは自分たちのチームでホスピタリティをやってて、で、まあ、僕たちのチームもこういう風になんかトラックになんかテントをこうつけてホスピタリティをやってます。まあ、まだ開幕なんでちゃんと聞いてないんですけど、まあ、中の施設というか作りを見るとまた今年もなんか食べるんじゃないのかな、こういうなんか自分たちで作って食べるんじゃないのかなっていう感じですね。はい、こんな感じです。中は、まあ僕のチームのトラックがこんな感じでありますですね。これがまあ僕のチームのトラックの中はこんな感じで、はい、なってます。でですね、まあなんかあんまりいないんですけど、まだてか初日の初日でちょっと時間も早いのもあって来て聞きってないっていうのもあるんですけど、まあなんかちらほら来てる、こういうのこういう風に、まあ、サーキットのそのパドック内になんていうんですかね、こうモーターホームで来て止まってる人たちもいますね。多分レースウィーク始まればもっと埋まるぐらい来るんじゃないのかなと思うんですけど、まあそんな感じで僕もできればサーキットに寝たいんですけど、まあモーターホームを持てないのでまだちょっと無理です。なんかこの僕のチームはそのモト3とかモト2が行われるそのなんていうんですか、 CV レプソルでしたっけ、そのそっちとはまた違う選手権で ESBK っていうんですけど、まあなんかその、まあ、GP でも見たことあるエストレラガリシア、マーク VDS とか、まあ、なんかそういったチームも、
勝敗気量のクラスに参戦してて、なんていうんですかね、両方とも出てるチームとかも結構ありますし、まあ、なんかどういう風に言ったら簡単なのかわかんないですけど、まあ、なんか僕たちの選手権が、まあ、僕のクラスは、ストック戦、まあ、名前はスーパーバイクなんですけど、ほぼストック戦でっていう形で、まあ、なんかどっちかっていうとワールドスーパーバイクとかそっちのスーパースポーツとかそっちの方にこうつながっていく路線で、CB レプソルとかは MotoGP とか Moto2、Moto3 の方につながっていく路線っていう、その路線の、選手権が2つあるようなイメージだと僕は思ってるんですけど、なんかこの風景一緒かな、ダンロップとかもこういう風に来ててですね。で、まあ、さっき言ったその集合ホスピタリティみたいのがこういった形で、ここに、まあ、もっと多分ちゃんと設営が終われば、もっと人が入るようになると思うんですけど、こういった形で、まあ、なんか毎日メニューも変わりますし、種類も結構ありますし、割と、美味しかったですし、まあ、全日本の時はこういうのがなかったので、まあ、面白かったなっていうのは思いますね。まあでも僕が去年まで所属していたチーム加賀山では、あの8体の時だけやっぱこういう風な形でホスピタリティがあったので、それはすごい楽しかったですね。レースウィーク美味しかったですし、はい、まあ、なんかそれが毎戦こうスプリントのレースでも行われるような感じで、もう美味しいっていう何より楽ですね。まあ、なんか走行して、まあ割と早く帰りたいんですけど僕は、まあ、それがサーキットで全部済んじゃうので僕としてはそれはすごいです。ちょっと僕のピット行こうかな。まだ全然設営終わってなさそうなんですけど、今年からあの MotoGP のカラーリングもちょっと変わって青銀になって、僕のチームもなんか青銀になってましたね、カラーリングが。まあこんな感じです。まだちゃんとは、終わってないんですけど、まあこのピットの風景とかは日本も全く一緒ですね。まあ、そんな感じで、開幕戦サーキットナバラで迎えます。最初から、まあ、7月の開幕ですごい遅くなっちゃいましたけど、最初から、まあ、準備は万端なのでいい成績残せるように頑張りたいと思います。はい、では、パドックの紹介でした。また、ご視聴ください。ありがとうございます。